皆さんこんにちは、みなりんです。はい、本日はですね、海外のおもちゃを開封していきたいと思います。本日はこちら、じゃじゃん。なんとこちら、ちっちゃいロッカーのおもちゃです。こういったものね、たくさん見たことがあるんですけども、こちらはちょっと特別で、ディズニーコラボのロッカーです。だからね、ミニーちゃんがいるの、めっちゃ可愛い。前からね、似たようなものたくさんありまして、買おうかなと思ってたんですけど、ミニーちゃんバージョン見つけたので、思わず買っちゃいました。せっかくなので一緒に開封していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。じゃじゃん。おー、はいはい。あ、可愛い。めっちゃ可愛い。まだあります、こちらと、あとはこれで、あ、これで全部なんだこれはただのなんか台ですね、土台。というわけで全部です。めっちゃ可愛い。いや、思い出しますね。皆さん知っているかと思いますが、私はアメリカで育ちまして、まあ、アメリカの学校にはね、こういったロッカーがたくさんあります。もう定番の形、中学の時からこういったロッカー全員ありまして、ちなみにちょっと小ネタなんですけども、こう普通2段重なってるんですよね。2段重なっていて、上のロッカーの方が人気だったりします。わざわざね、毎回しゃがむ必要がないので、上の方がポンポンってこうやってね、使えるので、上のロッカーが当たった場合はめっちゃラッキーだったりします。というの一旦置いといて、どうやって開けるんだろう。これロックがついちゃってるから、あれ、あ、あれ、あ、開いた。 あれどうやってこれ開いてしまうかが分かんない。でもこういったロッカー持ってたな。ちなみにロッカーは自分で購入します。これは、え、あー、はい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 。多分これを動かしたら、回したらこうちょっとロックがかかったりするんですけど、なんかね、全然うまく回んない。ちょっと壊れてるのか。あ、ほら、こうやってかかりました。で、ここを回すと開きますっていう感じで作られています。では行きます。せーの、オープン。じゃじゃん。おー、ほうほうほう、なるほど。まずこんな感じで真っピンクで、多分ですけどこれを後ろに入れることができると思いますが、どっちにしよう。こっちもすごく可愛いし、こっちの絵柄もすごく可愛い。だけどなんかこっちの方が映えるよね、色が違うので。で、これを奥の方にと。はい、こんな感じでセッティング OK。 まず一旦こちらを横に置いて、こちら、これ開きましょう。おー、なんかいっぱい入っています。まずは鉛筆にちっちゃい付箋、ミニーちゃんの付箋、これを本当に使える。これは鏡かな。鏡です。いやーね、めっちゃ思い出す。アメリカの学校で自分のロッカーをデコったりするのめちゃくちゃ流行っていたんですけど、使いやすいように1年間使うのでね。でね、鏡はね、必需品でしたね。鏡にこれ、なんだろう、なんかね、デコレーションなんですけど、おしゃれこれ上に引っ掛けることができるのかな。あ、こうやってほらほらほら、めっちゃおしゃれなロッカー。いいな。私ね、あんまりうまくね、デコレーションしてなかったんですよ、当時。今戻ったらめちゃくちゃデコレーションする。で、これなんだろう、なんかね、ふわふわな布があるんですけど、これをね、下に置くこともできるのかな。ほら、ちなみに友達の誕生日とかはサプライズで友達のロッカーをデコったりとか、あ、合鍵もらってとかですけど、クリスマスにはプレゼントを隠しておいたりとか。めっちゃ使った、思い出しますね。で、これをこうやって仕切りがついています。これは上の方かな。こうやって仕切りをつけることもできますし、よりロッカーっぽくなってきました。これはここにつけることができますと。これさ、普通に小物入れといいますか、なんか必需品入れとしても使えると思うんですけど、鏡があったりとか仕切りがあったり、めちゃくちゃ使いやすくないですか。いいね。で、こうやってノートを入れたり、とね、物を入れたりすることができまして、ちゃんとロックもついてきているので、見せたくないものとかこの中に入れることができちゃいますね。机のオーガナイザーとしてもすごく可愛いと思うので、これはだいぶ優秀です。で、シール、そうなんですよね、よくデコったりしました。どうしようどうしよう。あ、待って、じゃじゃん。最近いっぱいシール買ったんですよね。なんか違う風にデコろっかな、どうしようかな。あ、でもね、これはね、すごい合ってるんですよね、雰囲気に。あ、かわいい。まあ一旦置いといて、使うかもしれないということで、シールでデコっていきます。よいしょ。あ、これ一番上に置いた方がいいやつだ。待って待って、はい、ここここ、ここにぴったりじゃない。こんな感じ。あ、このシールもめっちゃ可愛い。ほら、ミッキー型のレモン、こうやってストロベリーとか、ちょっと適当には貼ってるんですけど、それっぽい感じがいいね。
これなんかずっと楽しんじゃう。はい、ちょっとね、デコることができまして、で、こちらですよ、こちら。おう、なんとミニチュアバッグがついてきます。これミニちゃんの顔で、すごいしっかりしていて、え、めっちゃ可愛い。こうやって置くだけでも、ほら、すごい合う。で、開けますと、お、カラビナがついています。これはね、バッグとかにつけることができちゃいますね。普通に可愛いんだけど、バッグチャームとして学校気分を味わうことができちゃいます。で、じゃじゃん、こんな感じです。いやー、おしゃれ。ちょっとね、文房具とか入れてみようかな。私が実際に机の上に置く場合はこうやって使いたいと思います。こんなに仕切りちょっといらないかな。例えばこうやってペンを入れたり、これね、ミニオンのスクイーズのペン、めっちゃ気に入ってるの。こうやってペンを入れる場所にして使ったりとか、こっちの段にはこういうのありますよね。これとかリップとかヘアアクセとか、ほら、こんなに収納できて、まだまだ入ります。さっきのシールとかも入るかな。ちっちゃいのは入りそう。こんな感じで、あ、いいね、いいね。しかも鏡もついているから、これ本当にすごく使いやすいと思います。可愛くっておしゃれで本当に使えるので、おすすめです。このおもちゃは以上です。でも、せっかくなので、ちょっとお時間が余っているので、じゃじゃん、ディズニーのミニブランドも開封していきたいと思います。これ皆さん覚えていますか？本当に売っているディズニーのミニチュアトイとかが入っているので、こちらも開封しちゃいましょう。一緒に飾っても可愛いと思います。お、綺麗に取れた。せーの、オレンジみたいに開くんですよね。それでは、いきます。一つ目、オープン。ボーピープです。ボーピープのおもちゃが当たりました。本当にリアルなんですよね。このシリーズ大好きなんで。では続きまして、2つ目、ドリンクが当たりました。ドリンク系はね、あんまり持っていないので、いいね、いいね。こちらにレア系が欲しいな。じゃじゃん、おお、なんか空いてるけど、 3PO が当たりました。すごくないですか、このクオリティ。ちっちゃいおもちゃ、可愛すぎます。そして、スノーファイトのお人形さんです。これね、よくディズニーストアで売っているので、見たことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、キャラクターリスト、めちゃくちゃいっぱいあるんですよね。結構買ってるんですけど、全部揃ってなくって。でね、レアはね、まだ一つしか出ていないっていう。レア本当に出ないんですよね。なので、レアが出ると嬉しいな。バズのレアが欲しい。最後、オープン。フリンライダー、ラプンツェルのですね。いいね、いいね。なんかよーくアップで見ると、ちょっと顎がすごいしゃくれてるんですけど、かわいい。いいね、いいね。このシリーズ本当に大好きなんで、集めてるんですよ。で、今度ね、もっといろいろと紹介したいなと思っているんですけど、ぜひ楽しみにしてください。では2つ目、せーの、いきます。はい、レイヤ姫です。これいくつか持っているレイヤ姫に、じゃん、キャラクターズリストに、はいはいはい、これも何個か持っています。こちらアベンジャーズの弓ですね。5個ぐらい持っています。ちょっとかぶっちゃった。と、フリンライダー、2つ目、当たっちゃいました。そして、お、あ、かわいい。あ、めっちゃかわいいじゃん。これいいね。これこの中に入れたい。いい飾り物になります。ほら、めっちゃかわいい。エイリアンがゲットできまして、で、最後です。オープン。スターウォーズの箱ですね。おもちゃの箱です。中に何が入ってるんだろう。中には、まあ、紙が入っています。はい、というわけで、ミニチュアのものがいっぱい当たったので、こうやって入れて飾るだけでも、なんかリアル感が増します。下にしようかな。ほら、あ、これとかある。ある、飲み物ね。飲みかけの飲み物とか入れるのとかあります。というふうに、こんな感じでね、ミニチュアのおもちゃとかも飾るとよりリアルで可愛いと思います。いかがでしょうか。はい、というわけで、皆さんいかがでしょうか。机の上にも飾れて本当に使えるロッカー、小物入れとしても使えますし、何よりおしゃれで可愛い。ついでにこちらのポーチもついてきます。気になった方がいましたら、ぜひぜひチェックしてみてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter と Instagram もやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。